とお試し配信シングルなんですよ。ようやったことは、野菜を先に食べてから肉とかを食べた方がいい。まあ、カレー、この時はカレーでやってたんですが、カレーとサラダが出ていて、カレーを食べたい方で、サラダを先に食べた方でやってたんですが、サラダを先に食べた方がコレステロールが上がらないというのがじゃあでやってましたが、であとはこれなんですけども、これは、なんだ、日本に10人しかいない難病にかかった子が、主人公というか、まあ取り上げていたんですけども、先進国で薬の承認がどうたらこうたら言ってたんですが、詳しくは分かりませんが、多分他の先進国では認証された薬が日本では、ね、認証できていないということだったと思うんですけども、そうですね。